チューニングした GR をみんな自分の車が一番と思ってる人たちがそこそこ勝負になるんだ。今回は全部チューニングだからパワーあるね。速いスーパーチャージャー速っ谷口の速い。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 久々にライトチューンの車を用意しました。なかなかいい企画だよこれ。これは伸びるぞ。いつもは基本新車ですよね。ノーマル車ですよね。新車とか中古車、はい、まあ車選び .com っていうのはこう中古車選び。すいませんお客さん、カメラ回ってるんで。車選びの人だ。あ、車選びの人だね。はい、あ、なんかフライデーの表紙の人だ。あちこと申します。すいませんカメラ回ってるんで。午前中に撮影してた2人だそこで。ということで、はい、今回の趣旨、はい、これはもうディレクターの森ちゃんに聞きましょう。はい、はい、森ちゃんです。どうぞ。ね。はい、一般人の森です。何が一般人で、いつも俺の追っかけやってるだろう。やらせていただきますね。はい、この企画何がしたいかっていうと、はい、小指立てるのやめてくんない？あ、失礼しました。はい、1年ぐらい前にお二方に、はい、カープライムとのコラボで、うんうん、ノーマル、まあ、ほぼノーマルの GR と ZN6 の、うん、まあ、比較をやって、自分の車持ってくるはずが人の車持ってきたですね。そうそうそう、さっきとなっちゃったんで。そうそうそう。はい。で、まあ、ちょっとそれをもうちょっとちゃんとやり直したいなってずっと思ったんですよ。まあ森ちゃん的には、はい、GR いじめだと。ノーマルの GR に対して、はい、チューニングした ZF 持ってきて、はい、それでいじめだと、はい、いうことで今回はね、はい、なんか GR をチューニングした車を持ってきたみたいよ。はい、あっちですか？あれ、そう、はい、あれが結構チューニングされた GR。何やってんの？あれはまあ給排気と NA のままで足回りブレーキがメインです。前回はただのノーマルだったもんね。そう、ノーマルすぎて、うん、結構 GR が結構不利だったんですよね。かなりね。タイヤとかも。なんでちゃんとチューニングされてある GR に対して、はいはい、まあ ZL の方もせっかくなんで NA だけじゃなくて、うん、スチャーとターボ、うん、そういう下級機も市販で売られててつけることができるんで。はいはい、そこまでやった下級機までつけた ZN をそのチューニングした GR に対して、まあ、どれぐらい迫れるのか肉薄できるのか、はい、あとは、ZN を中古で買って、まあ、どれぐらいお金をかけたらどれぐらいの速さになるのかっていうのを皆さんにご覧いただきたくて、考えました。まあだってさ ZN はさスーチャーとターボつければそこそこ勝負になるんじゃない？世の中にはやっぱり GR86 が今、まあ、新しく出たけど、まあ、車高いじゃないですか、うん、おかげで ZN6 が値段がちょっと下がってきて、はい、まあいじりやすい、うん、まあいじるべき車になってるじゃないですか、うん、でまあとはいえ ZN も GR が負けたくないってところ結構いいところに来てますもんね、はい、ね、だから ZN6 いわゆる2リッターの方も、うん、早いっすよね最近みんなチューニングして。もう、はい、うん、ユーザーのタイムアタックも盛り上がってて、うんうん、NA でも3秒台にトップ勢は結構入るようになってきてるんですけど。 ZN どこの話？筑波サーキット2000で、はい、3秒台入る車もいるんですよ、うん、NA のままで。ドンガラじゃないの？ドンガラもありますね。ドンガラじゃないのもあります。あ、そう、はい、3秒はドンガラだとショップの車だと0秒とかいるんですよ。マジでね。もうそれってナンバーがつけれないぐらいか。知らん、そんな詳しくないですかね。車検取れないような車だかもしれないですけどね。だったかもしれない。で今回の車は？今回の車は全員オーナーさんがご自身で所有されてて、そこら辺にオーナーさんがいますが、いるねいるね。もういっぱいギャラリーいてもう緊張するんですけど、みんな自分の車が一番と思ってる人たちがいますね。普段ナンバーがついて街乗りもしてる車両ですね全部。でまあ1台ずつ概要を紹介させていただければと思います。紹介してよじゃあ。はい。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。じゃあまずは、はい、ZN6 の NA の車両からいきます。こちら。はい。はい、こちら。こちらはですね。何やってたの？ちょっとオーナーさんに変わりましょう。そうだね、そうだね。はい、じゃあケンさんお願いします。これは何やってんですか？これはもうやれることは割と一通りやってある感じで。まず一個聞きたいのが、寒くないの？ああ、めっちゃ寒いんだけど今。東ヨーロッパの地入ってるんで、全然寒くない。平気ですね。寒いですよね今。いや寒いですよね。割と日差しが暖かくて。え、何やってんの？はい、レボリューションさんのパーツがたくさんついてて、軽いんだ。そうですね。給排気、コンピューター、セットでレボリューションさんでやってある車両で、まあ軽量化はそんなにやってないですかね。ボンネットくらいだと思います。はい。これが今どこ、つくば走ってるんですか？つくばと富士ですかね。つくばで、まあ、つくばが一番ね、皆さんがタイムが分かりやすいと思うんで、つくばで何秒ですか？僕は5秒フラットで。5秒フラット。はい、早くね、早いですよ。あれ、黒八。俺のは、あなたが開発した HKS ターボつけたから。はい。あ、そうか。そう。つくば走りました？走りましたよ。何秒ぐらいですか？雨だったの。ああ、なるほど。雨で11秒。じゃあ分かんないですよね。分かんないですね。だけどこれ NA だからね。はい。NA で5秒は早いよ。そうですよね。だって豆号その辺ぐらいじゃん私。豆が5秒8ってことですよね。豆より早い。いくらかけてると思ってんの？ほら豆。豆より早いじゃない。豆より早い。タイヤは？タイヤは今は CRS ですね。難関の。CRS 難関 S タイヤっぽいやつね。なんかそうなんです。いくらかかったの？チューニング費用は200〜300万くらい。結構かかるんですね。やっぱね。ベースはいくらで買ったの？ベースも200万です。あ、200万くらい。いや400〜500万。おお、かかってるね。これ袖ヶ浦走ったことあるの？あります。何秒くらい？どうだったかな、15〜16秒とかだったと思います。15〜16秒早いね。寒くないの？またそこですか。いや15〜16秒早いよ。なるほど。はい。ね、じゃあちょっとこっちも聞きましょうよ。うん、こっち赤い人。赤い方。はい。高野です。高野さん、よろしくお願いします。高野君のはこれなんかこう、イケイケだね。ちょっと。そうですね。見た目はこんな感じで。はい。これは。何やってんの？はい、エンジンはHKS さんのスーパーチャージャー DD2 ですね。スーパーチャージャーつけてます。ディストリクターありなし？ついてますこれは。じゃあ250馬力ぐらい。そうです。なるほど。はい。あえてちょっと抑えめにしてます。はい。がいいと思います。やはりこの車このエンジン300いくと、まあまあちょっと寿命が早くなっちゃうというか。そうだよね。はい。なので一応まあそれがついてるってことと、あとこの車はですね、ミッションがオートマです。オートマ。本当だ。マニュアルではなくオートマですので。オリドと一緒だ。そうですね。ね、オリドもスーチャーでオートマ。はい。あ、そう。はい。まあ結構そこそこ早く、まあ快適に走れてっていうところがまあ一応のコンセプト。なるほど。そこそこ早いっていうことはここで何秒ぐらい？いや、袖ヶ浦はまだちょっと自分で走ったことがタイムアタックとしてはないので、ちょっと何秒かは未知数なんですけれども、まあこっちつくばだと1分3秒ぐらいですね。早っ。はい。250馬力で3秒。早っ。オートマで。まあちょっとタイヤがまあ A052 とかまあ結構国産のハイグリップタイヤをまあ履かせて。そのぐらいのイメージ。今日のタイヤは何ですかこれ？はい、これブリヂストンのRE09D ですね。09D。一応なんか 86BRZ レースのまあワンメイク仕様の。あ、ワンメイクレース用だ。あ、じゃあ16インチ？17インチですこれは。はい、215×457なので純正サイズっていう。ベースはいくらで買ったの？これはですね、298万円です。割と高いね。300万。300万円です。で、チューニング費用は？30万円ほどです。30万。はい。30万。なぜかというとですね。この状態で買ったってこと？そうです。この状態で。30万は何したの？30万円はちょっとエンジンの方とかには結構手が入ってたんですけれど、ちょっと冷却系がどうしてもちょっと弱かったので、オートマなんで ATF クーラーを追加したりとか、あとはオートマチックトランスミッション自体を HKS さんの強化のものにしたりとか、まあちょっとすぐ壊れずになるべくちょっと長くこう周回できて、まあ遊べるようなっていうところでやってます。オートマでつくば3秒は早いよ。早いですね。ちょっと想像がつかないですね。それはちょっと楽しみだね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方。続きまして。白。ZN の白。信常と申します。信常。はい。これ信常さんのは何やったんですか？エンジンがまず HKS の GT3RS タービンがついてます。ターボ。はい。ターボ。馬力は350弱。エンジンも手が入ってる。エンジンはノーマルです。大丈夫？ 4年乗ってますけど壊れてないですね今のところ。あ、そう。これはそうか。じゃあ結構金かかってるよこれ。つくばは？つくばは2秒8です。早っ。ベースいくら？は230ぐらいでした。からの350。おお、もう600万ぐらい。ああ、いってるね。俺は一番。これはなんかイケイケだね。結構イケイケ。タイヤは？タイヤ今日は難関の CRS です。あ、難関多いね。多いですね。Sタイヤっぽいやつだよね。はい。これ袖ヶ浦は走ってんの？は未走行です。未走行。じゃあ袖ヶ浦何秒出るかね。はい。それは楽しみだ。楽しみです。へえ、だけどみんな金かけてるね。そうですね。ZN は ZN でさ、こうちょこ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 やってって楽しみがあるじゃん。はい。GR はもともとが高いじゃん。はい。まあ我々別の媒体でもチューニングをどんどん推進してた側なんでね。そう。ホットバージョンっていうね。そうなんだよ。媒体で。なるほどね。はい、それは楽しみだ。はい。ありがとうございます。はい。そして、はい、GR。こちら、はい、はじめまして。はい、何さん？宮崎と申します。宮崎さん、はいね、この間俺つくば一緒に走った。はい、一緒に走りました。大変だよ。はい、なんかで今年は谷口のライバルになる。今年は僕のライバルになるって。どっかで一緒に走る場面あるんですかね。86レースに出る。あ、マジで？違う違う、86のチャレンジカップなんで。チャレンジカップ、谷口さんいないです。ライバルではない。ライバルじゃないです。なんないです。早いんだよ。なるほど。つくば何秒だっけ？つくばサンフラですね。富士がメインで。ああ、富士が57秒2ですね。おお、早いね。ね、早いよね。これチューニング内容。チューニング内容はエンジンノーマルで足と吸排気とデフですね。ファイナル変えてんだ。ファイナル変えてます。はい。でベースがいくらだったの？ベース新車で買ったんで、やっぱ330万ですね。で、プラスいくら？プラスざっくり100万ぐらいだと思うんですけど。足とか、まあデフとか、なるほどね。ホイールとか、あとブレーキも入ってるんで。ああ、そっか。はい。いくね。いってますかね。いくね。はい。あんまり考えたくないんで。これは楽しみだよ。だからさ、まあ前回やった時はさ、もうノーマルの GR でちょっとかわいそうだったけどさ、今回は全部チューニングだから、ね、それがさ、この GR に対してZNがどこまでいけるか、その辺をね、皆さんにご紹介したいと思います。はい。車選び .com アンバサダー土屋圭一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 さあ、86スーパーチャージャーオートマでございます。土屋さんについていきたい。おお、いいねいいね。やっぱね、パワーあるね。チャージャーつけるとパワーがあるから、NA にはついていけそうだけど、カーブが速そう。あれ、このオートマのプラスとマイナスを入れ替えてるとこがいいね。ちょっっとゆとりあり。ちょっと弱いなっていうかなさそうだな。なかなかバランスがいいスーパーチャージャーおすすめですよ。ほら速いスーパーチャージャー、速っ。谷口のはい、すげえ突っ込むなしださ。これで250馬力だもんね。もっとありそうだな。レフが欲しい、ここで。危ない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 よ。走れるからオートマありだね。全然オートマだからっていうなんかこうそのデメリットを感じない。よしよしよし、まあまあいいぞ。そろそろ車をチェンジしよう。乗りやすいね、結構ね。これはなかなかトルクもパワーもあるぞ。軽いのかな、速い。これは乗りやすいな。ZNも楽しいよね。GR86、まあワンメイクレース仕様に近い感じですよね。まあ、ただやっぱ GR もいいんだけどね。これはチャレンジカップということで全然速いんだけど、まあ、86BRZ レースとはチューニング内容は違いますが楽しめるけど、こうやってちょこ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 チューニングしてくるも楽しいわけよ。後ろのZN6 のターボとどんな差があるのか。あ、足はねなかなか追従が良さそうだね。ますかね。ターボトルクもパワーもあるよ。ちょっとミスった今の。すごくいいね。早いかも。なんとかクリアできないか、無理かな、追いついちゃうか。には入るな、今の一周まとめれれば。跳ねる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 。さあターボと ZN6 のに対して、おおパワーがある。足がストロークなさすぎてさ。まあでもいい感じだよね。足以外は本当にいい。速いなやっぱりターボ。ここがこう跳ねて結構怖いんだよこれ。跳ねて怖い。危ない失敗した。やっぱパワーあるな。パワーあるぜ。足だけだこれ。パワーは本当いいね。ドルドルの仕方もね。いいな、壊れないんだったらね。やっぱこう ZL のエンジンって300超えると壊れるっていうもんね。GR のエンジン乗せればいいんだよね。 2.4 リッター。それでターボにしてブースト落としてっていう感じ。ゃんと仕上げてるね、本当にパワーの出し方がさちゃんと仕上げてる。早い早い、350あるわ。他にないならここに来い、車選び .com。 さあ今回の車選び .com、 まあみんながね、世の中、まあ、日本もそうだけど世界中がやっぱ 86BRZ 売れてんじゃん、はい、ね、ZN もそうだけど GR も出て、やっぱこう世界中で楽しめるような車になってきてる、はい、でじゃあライトチューニングしたらどうかっていうことなんですけれども、いじめっ子としてはどうなの？俺の後ろね、俺の後ろずっと走ってたんだけどさ、スーチャーで全然速いくせにさいじめっ子はどうだったの？俺のを見てて。いやいや、津屋さんむちゃくちゃ攻めとると、攻めた後ろから「うおめっちゃ行くな津屋さん」という前の車に対する話と、はい、僕はこちらスーパーチャージャーオートマスーパーチャージャー、はい、やっぱパワーがあるよね、あるじゃないですか。本当に250馬力なのかなってぐらい速くて、嘘ついてんじゃねえのね、250馬力以上あるんじゃねえの。だからあとね、オートマなんで、うん、このドライブのところからパターンと倒して、うんうん、自分でこう、はい、ギアを選ぶんですけど、これがすごい使いやすくて、うん、もうほぼシーケンシャルやってるんで変わんないんで、オートマだからという劣勢感はないです。あ、そう全然ボン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 と落ちて、だからマニュアルとオートマじゃここでちょっと不利だよねみたいな、全くないですね。あ、そうでスーパーチャージャー速いんで、前にいる86をぐいぐい直線で追いついてて、カーブで頑張る黒い車をね、コーナー立ち上がったらふんってこういけるというね。いやだけどね、これ NA なんだけどすごく乗りやすかった。トルクもそうだし、パワーも出てるし、これはこれですごく走ってる車じゃないですか、うん、うん、だから走る方向に相当振られてるから、振ってる、だから走りが楽しいですよね。そう、攻めがいがあるですよね、うん、はい、面白かったよこれは。めっちゃ攻めてましたもんね、はい、コース幅のちょっと向こう側まで行ってましたもんね。コーナーはどうなの？コーナーはこっちが速いですね。やっぱ速いちょっとね、まあ、タイヤの違いも、これなんだこれブリヂストンのなんか09、はい、カーブは僕の方が負けてました、はい、重いんだよね。まあ、LA で軽いからさ、で言うてもスーパーチャー知れてますよ。まあそうだよね、そうだよね。面白いねだけどね、後ろから見てると面白いよね。もう津田さんが頑張ってる感がすごかった。いや俺すごい頑張ったよ。いやだから、あ、これは攻められる車だな。あれ67歳なんだよなと思いながら、8だよ68、頑張ってるだろ。すごい68ですよ。そうなんだよ。で続いてこっちはこれどう GR?ZN8、 この GR86 は走るのが単純に楽しい、気持ちいい。なんか剛性感とか、その足回りジオメトリーとかで、このオーナーもかなり走りになんかこだわってるらしく、足も自分でなんかするしのを買ってつけるんじゃなくて、なんか味付けしてるらしく、あ、そうで相当腕も達者ならしくて、速いよらしくて、やつ速いよ。すいません、今カメラ回ってるんで。あ、これ私の車じゃないですか。私の車じゃなかった。なんかどっかで見たことある。なんかフライデーの表紙になってる人。谷口の。本当ですか。これ俺わざとらしい女。俺はね、もう声が拾えてるのが心配、マイクついてないから。なんか喋ってるけど声届いてるのかなっていう。じゃあ完成度高いんだこれ。ね、ライトチューンめちゃくちゃコーナー気持ちいい、楽しい。ただ前にいた白い車がむっちゃ速くてついていけなかった。やっぱね、腕がいいんじゃない？あの68歳がすごいんですよ。いやね、この白はターボなのね。あなたが開発した HKS ターボで350馬力で、ここで12秒1、めちゃくちゃ速いですね。速いよね、めちゃくちゃ速い。ただね、欠点は2コーナーでこうアンジュレーションがあるじゃん。あそこでどっか飛んでっちゃいそうなのこの車でも、これ NA ノーマルパワーじゃないですか、うん、それでもやっぱりこう一コーナー立ち上がっていい感じで全開に行くのがまあまあ気持ちいいぐらいなんだけど、これより速いとあそこ怖いよなって思います。怖いこれ、はい、2コーナー全開で行くとなんかあれ全開でいけるんですかで無理無理無理いけない、うん、で3コーナーのブレーキングもそう、はい、あそこもちょっとアンジュレーション入ってるじゃん、はい、で G がかかって、はい、あそこもねぴょんぴょん丸で、はい、だからそれを直したらもっと速い11秒台入る。これ12秒1ですもんね。そうしかも中古タイヤ11秒は確保されてますね。でもこのターボ350馬力はすごい乗りやすい。土屋さんのと比べたら俺のは抑えてるもん300馬力以内に。でこれは本当にトルクもパワーもグワーンとくるから。でもこれエンジン何もやってないって言ってたから土屋さんのもじゃあもうちょっとグリッと上げちゃえばいいじゃないですか。余計なことはしない俺は今考えてるのは HKS のピストンとかコンドットを強化したやつ、はい、あれを入れようかなと思ってる。同じタービンじゃないですか。違うんですかね。俺がちょっと小さいと思うんでこれよりこれはガーッとくるもん。じゃあグリッとやればグリッと。いやいややんないやんないということで、はい、まあ本日最速はこのターボ、はいね、ZN6 の12秒1、はい、速いです。このやっぱりもう中古で出回り始めた ZN62 リッターのこっちの車を買って、うん、そういじるのはありですね。楽しいです。ありですね。でもっとお金ある人は GR を買ってターボとかスーチャーをつける。ただもっと速いと。もっと速い。もっと速い。ということでね、まあ前回は GR オーナーからクレームが来たのね。GR だけノーマルはおかしいじゃねえかって。そうですね。あまりにも GR いじめ。そうですね。うん。で今回はやっぱりね皆さんのご希望にお答えしまして。今回は負けたじゃん。だけど。NA でライトチューンでどのくらい出るかっていうのが今回の企画、はい、これ今日13秒9でしたけど、はい、もうちょい出そうですけどね。あそうでも12秒1は全然無理です。見えないよね、はい、そうだよね。でも乗り味は抜群にいいです。完成度高いんだね。はい、はい、ということでね GR の皆さんも納得していただけたんじゃないかなと思いますけれどもね次はねやっぱこう1年後とかさ、うん、2年後になってくると GR も安くなるじゃん、はい、そうなった時にやっぱり皆さんがターボとかスーチャーとか行くんじゃない？我こそはZN をやっつけてやるぜっていう ZN8 2.4 リッターの方、うん、お待ちしてます。はい。こうご期待。それではさようなら。あ、よかったらいいね押してくださいよ。よかったよな今日の。よかったんじゃないですか。いいよな。よくないって言われたら僕はもうちょっと。そうそう。いいね押してくださいね。はい、登録もお願いします。バイバイ。なんかリアクションないの？